釣り関連の法令を紹介するよ。警察などから釣り人に対して注意が発生しているので気をつけてください。釣りのマナーとルールを守ろう。投げ釣りや所要ジギングで船舶の移動妨害をしていませんか？規則第44条により漁業操業の妨害は禁止されています。堤防や磯場などでサビキの残骸を洗い流し、針などゴミを持ち帰ってますか？廃棄物の投棄禁止違反は配送法第16条及び第25条に該当し、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または閉科です。海域における廃棄物の排出禁止違反は海防法第10条及び第55条に該当し、1000万円以下の罰金になる。釣り人が気をつけたい刑法。係留された船の近くにジグを投げていませんか？傷害として刑法第204条に該当し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金。過失傷害として刑法第209条に該当し、30万円以下の罰金または科料。建造物等損壊として刑法第260条に該当し、5年以下の懲役。引用文献、広島県農林水産局遊漁において特に注意しておきたいルール。終わりに、釣り場にゴミ捨てないでね。